どうもお疲れ様です。L の部屋でございます。L はラブの L と、L はリップの L と、かぼちゃ愛みたいなスタートでございますけども、実際に L は何なんでしょうね。はい、それでね、あの、関係性構築とか信頼関係ってことなんですけども、アンチコメントってのは一体ね、誰に対して信頼関係を構築できてるのかなって考えてみたんですよ。しつこくしつこくアンチコメントを書くことによって、 信信信頼頼関関係係が築けるるるとしししたら動画を発信してる人に対する信頼関係でしょうねつまり何かを発信したら必ずあいつが書くだろうみたいなねこんな妙な信頼関係です。で大体いいねアンチ的なコメント書く人ってあのワンパターンなんですよね。動画をたくさん出してきたこっちの身とするとまたこの手のやつが来たかみたいな感じで中には一期一句過去に受けたのと変わらない <laughs> なんか誹謗中傷が書いてあったりとかね、するんですよ。なんかちょっとはね、返信したくなるような、激辛のコメントとか、的を射てるようなこと書いてくれればいいんですけども、アンチコメントってほとんどが退屈そのもので、もう返信する記録がないぐらい、レベル画質が悪いんですよね。だからね、うわ、それいかれたか、まずった、みたいなのやってくれればいいんですけどね、なかなかそういうのが出てこないですね。だから、しょぼいコメントは続くっていう風なところですか。逆に言うと、なんで、 アンチコメントの勝負というのが続くかっていうと、へこたれずに発信するから、さらに書くっていうループが始まるからなんですよね。で、本当にアンチコメントが発信者の胸をえぐるようなもんだったら、もうね、動画の投稿するのが嫌になって、あの止まっちゃうんですよ。更新が。更新が止まるとアンチコメントも書けなくなるんで、両方とも死に至るみたいな感じですよね、うん。だからアンチコメントが生き延びるってことは、動画投稿してる人の根性が相当座ってるってことだと思いますし、アンチコメントの質がまだまだ、 悪いからだから気に留めてもらえないってことなんですかね。うん、まあでも逆にね L の部屋ってすごいいい取り組みですよね。あのお悩み相談を送ってくれた方に500円あげますみたいなのはすごくいいなんかこう集客方法だなと思います。信頼関係の構築とかね。うんやっぱ人の心の隙間っていうのは必ずありますからそこにきちんと入っていくというところで吉しえさんの勝ちでございます。いってらっしゃい。